はい、それです、それです。はい。はい、ニコライちゃんの健康チェック表ちょっとつけられる範囲でつけてください。はい、で、体重ね。はい、何グラムか、まあ140グラム、もし測れたらさ、朝晩測ってた方がいいかな。はい、からお掃除してうんちが前の晩から朝まで何個、朝から夜まで何個、21時まで何個出てるかな。はい、おかみはね、40から60、ここで欲しい。40から60、うん、20時までね。はい、それからまあそれに伴っておしっこしますよね。それから元気は、まあ、鳥さん100なかったらダメですよね。はい、それとあと食欲はちょっとまあ散らけるから測れないんで、はい、となんか便と体重、大事なのは便と体重、はい、それとあと時々でいいからこの子のいる場所の環境温度、はい、湿度、はい、内内の温度差が知りたいから、特に晴れてる時なんかはさ、はい、あうちサーモスタットつけて、うん、温度を一定にしてるんですよ。あ、なってますよ。はい、で一応じゃあそれで一定になってるとは、はい、いうものの、はい、実際に温度計でさ何度になってるか見てください、はい、あ、はい、それで温度湿度をちょっと、うん、あの観察していただけるんで、ね、はい、それからあとさ日光浴でしてます、鳥たち。あの日の当たる部屋なので、それでガラス開けてます。わ、開けてないです。これもじゃあ知っといてください。はい、この観察ね、あのね、何かこうやっぱりガラスあれした方がいいですよね。うん、あの近所にカラスと、うん、いやだから、はい、そんなのやられちゃダメだから、はい、日光浴はやっぱガラスは通さないです、はい、UVB を浴びてほしいんですよ、はい、日光の中のね、はい、で UVB を浴びると体の中のビタミン D が活性型になって、はいはい、それが骨を作るのを助けてくれるわけですね、はい、活性型になって、はい、でガラスは UVB 通らない、はい、だから1日1分でいいから、はい、1分から30分ぐらい、はい、まずは1分でいいから、はい、網戸越しに日光浴、はいはい、そうすると外敵にやらないでしょ、はい、その外に出すとさ、例えばカラスだとか猫とかいて、それにやられたらもうちょっと元も子もないん で、 そうなんです。日の当たる時に窓を開けて日光浴、はい、で冬もやった方がいい。あ、はい、絶対日光浴してることしてないことや免疫力が違うと思います。違います、違うと思います。だからできる範囲でいいから、はい、で30分日光浴すれば、はい、あの爬虫類なんかが UVB ライト使うじゃないですか、はい、あれ 10時間照射したのと日光浴30分で一緒ぐらい、はい、それぐらい効果があるってことです。なんか自然の光だからね、はい、だからまあとりあえずしてない子だったら1分から、はい、でガラス越しの日光浴すると、はい、温度が上がっちゃう、まあ、サーモスタートで、はい、温度が感知されてればいいんだけど、はい、基本的には温度上がるじゃないですか。そうです ね、はい、そうすると日がかけると下がるでしょ、はい、その日内の温度差がつくから、はい、それで体調崩す子が多いかなって気がする、はい、だからまあやれれば日光浴できる日はね、はい、してあげてもらうといいかなと思います。はい、じゃあ、はい、で次回この かけない日は書かなくていいですからね、はい、かける範囲で、はい、あの体重と便ね、はい、で薬の A と B、 今それぞれ、あ、これ A と A2 か、はい、A と A2 と B と飲ませましたから、はい、1回ですね、はい、これちょっと記録して、あ、それで、はい、もし変わったことがあったら言ってください、はい、なければ1週間ぐらい先に見せてもらっていいですか。あ、はい、あと卵は奥にあるんで、はい、それも観察しておいてください。あ、はい、自然に出てくれればいいんだけど。そうですね、ただね、奥の方にあって降りてきてないのは降りてこん子もいますよ結構。そうですね、うん、で卵巣になるとこんな一般状態じゃないんですよ、はい、やっぱりちょんぼーんとしてくるから。あ、そう、うん、そうなったらやっぱり強制的に出した方がいいんだけど、はい、あんな奥のやつは強制的には出せれない、はい、陽子法って言って持ってこう出したりもするんですけどね、ということですね。そう、そう、卵を出すために、あ、違うか、卵が できた後に抑制剤したんかな、うん、はい、うん、卵がもう作れないようにっていう。あ、そうなんだ、うん、卵が止まらなくて、はいはい、で本人が体調が悪くなったんだな。だけどさ、あの鳥の専門医の先生は使うかもしれないけど、はい、やっぱそういうホルモン剤はね、はい、ちょっと一般的によく観察してからやらんと、なんかちょっと心配な気はしますね、はい、あのその自然に産むのが本当なわけだから、はい、それを無理やり抑えるのってなかなかストレスかかってかなっていう気がするんですけどね、はい、お母さんの顔見てやっと食べ出したね。あ、食べ出したね、よかった、よかった、よかったよかった、安心したんだね、こういう。ひまわりあんまりやらないようにして、ね、太っちゃうから。
あとね、もう一個だけ、じゃ太ってるっていうのでね、はい、もう一個だけ喋っちゃっていいです、はい、この子心臓大きいじゃないですか、はい、ダイエットですよね。いや違います、あ違います、心臓病がこれまず、はい。